リアル公演ありがとうございました。楽しかったです。今日は髪の毛を大人っぽく清掃にハーフアップにしましたが、いかがでしょうか。そう、髪の毛をずっと悩んでたんだけどね、超直感。本当はびっくり箱ありがとうございます。びっくり箱ではないか。ありがとうございます。なんだっけ、本当はね、高めのハーフアップにして巻こうと思ったの。あのみゆみゆさんが今日やっていたような髪型のまっすぐバージョン。ここがちょっと見えるぐらいで、こうでちょっと分かんないけど、言い方が難しいんだけど、そう、プリキュアみたいな感じ、なんて言ったら伝わるかな、プリキュアみたいな感じ、プリキュアみたいな感じの高さで巻きたかったの。巻きたかったのっていうか、巻こうと思ってたんですよ。でもなんかその土台を作ってもらった時に、あ、意外とストレートハーフアップでもいいんじゃないって思って、なんかその髪の毛を巻けるようになってから、あの巻くことしか知らない人になっちゃったみたいなぐらいずっと巻いてたから、ストレートもいいかなって思って、なんか結局結び直したけど高さ変わらずですね。そうそうって思って今日はストレートにしました。絵を描いてみてって言われたので絵を描いてみよう。そうだね、なんかいろいろやってみるのが大事ですよね。まあ、本当はいつか、今高めのツインテールの女の子を見るのが好きなので、高めツインもしてみたい所存でございます。難しいな。絵を描いてみてって言われて今絵描いてるけど、こういうこと、できたハーフアップ、あのやろうと思ってたハーフアップはこういう感じ。ちょっともう下手すぎて、これはもはや何でもないわ。なんかごめん下手、ちょっと見せられないようになっちゃった色塗ったら。難しい。絶対わかんなくないこれじゃ。こんな感じ。目になんか入った。プリキュアですよ。そう、プリキュア、プリキュア、プリキュアです。プリキュアみたいにしようと思ったけど、なんか結構そういうなんていうの、派手な髪型ばっかりやってるから
落ち着いといた。今日はね、絵心ある？本当に言ってる？本当に言ってますか？ありがとうございます。ちょっと信じがたいけど、うん、そう、派手な髪型、なんか前回の公演はエビフライ、あのポニーテールで2本エビフライやったし、それもなんかなかなか普通の髪型じゃないじゃないですか。だし、その前はあれか、スイーズヘアか。スイーズヘアはまあ割となんていうの、可愛めだけど、あとおでこ出してみたりとかしてるから、結構なんかギャルいのが多いかなって思ってね。って思いました。めっちゃ可愛くて、目が合った時ドキッとした。推しになりそう。押してー、嬉しい。こんにちは。そうそう、ポニーが珍しくなりそう。いやでも今日ポニーにしようかなと思ったけど、やばい、やめました。意外とね、あの髪が邪魔かもしれないって悩んでたけど、それは大丈夫だった。髪の毛は意外と邪魔じゃない。ことが分かりました。だから何でもやれるよ。ちなみに。本当に純粋にみんなは何が好きなんですか？それ聞きたいね。ゆうはがやるとかじゃなくて、みんなが好きな髪型、ストレート、ツインテール、ポニーテール、ツインテール、ポニーテール、ポニーテール、ハーフツイン、まあそうですよね、ポニーテール、なるほどなるほど。編み込み、あ、編み込みもいいね。ゆるふわ巻き、そう、巻き下ろしっていうのはねしたことないんだよね。これに関しては本当に何でもしたことないかな。クラクラの公演の時もしてないから、うん、してな、したことないんだよ、巻き下ろし。一回あれでやった、リカさんの写真集の撮影の時は巻き下ろしだったけど、本当それだけだかも。本当？信じがたいな、ああそうだね、キャンキャンルームの時、そうですね、それがあるか。でもアイドルの衣装着てる時はないか。巻き下ろしするの大変。いや、やっていただける。あの、でも自分でやるとき、おしゃべり会とかでこれから巻き髪ができるとなったときに、巻き下ろしは自分なんせ毛量が多いのでね、それは大変かな、巻くのが。なんかあの巻くとすごい毛量増えそうで。あ、あと巻き下ろしやってたわ、めっちゃめっちゃやってた。今発売されてる生写真全部巻き下ろしだ。そうじゃない、普通にやってました。
8日の夜公演申し込みました。ありがとう。コロネ巻きってのは、コロネ巻きってのは多分ユーハの長さでコロネ巻きはしたら、どうなるんだろうね。でも結構短くなっちゃうと。でもツインテールでコロネ巻きしてたらめっちゃ可愛い。あ、見る側としてね。あの長い髪の毛の高いツインテールでコロネ巻いてたら可愛い。そう、明日は何の髪型にしようかなって考えてるんだ。一生髪型のこと考えてるもん。赤い光が当たってる。あのヒーターです。オレンジのヒーターを目の前に今あこう温まりながら配信してるので顔も斜めですみません。めっちゃあったかい。あ、三角と丸さんの天使さんだ。ありがとうございます。豚汁作りながら来ます。豚汁大好きです。あの美味しいごぼう、きんぴらごぼうおにぎりを作っていただき本当にありがとうございます。もうめっちゃ美味しかったです。皆さんにも食べてもらっています。今めちゃめちゃ美味しいのでまた絶対に食べに行きます。え、みんな食べましたか？ちなみに。でも今日なんかおにぎり食べたよっていうツイート見たな。おにぎり5個予約した。ありがとう。明日の公演後に食べて。楽しみ、みんなの感想聞けるの。ゆはたのはまだ食べてない。食べて食べて食べて、みんな食べて。カレーは食べました。おお、そう、カレーもね美味しい。ゆはちゃんのは今度食べます。今度食べてね。リピートしたい候補の一つ。嬉しい、ありがとうございます。結構なんかね、なんて言うんだろうな、あんまり奇抜じゃないから家庭の味をかんか、なんていうの家の温かみじゃないけど温かみを感じるおにぎりかもしれないですね。今日販売数トップでした。ありがとうございます。すごい、81個すごいですね。ありがとうございます。嬉しい。本当に本当に本当に美味しいの。チーズが美味しい。もうね、美味しいです。カレーは予約しなくても食べれる。うん、食べれるんじゃないかな。カレーは売り切れなければ、出なければ。おにぎりはあの予約したり、予約しなくてもお店で売ってる日もあるのかもしれないけど、そう、なんて言ったってね、おにぎり、そう、まだ1回しか食べれてないんだけど、もっと食べたい。
でもそうだよね、店主さんにスカウトされた。おにぎりレシピ考えます。でもそういう職に就いたら絶対思いつかないタイプの人間だから、こうやって平坦に生きてる中でなんか面白いこと考えるのが好きかな。そう、気楽に思いつく。なんかいろんなこと、もいろいろ、おにぎりじゃなくてもそうだけど、いろんなことを気楽に思いつく。あの絶対ありえないこととかね。そうそう、考えるんじゃなくて降りてくるそう、なんかわかる、あこれこれってなる時があるんですよ。ゆはさんの感性好き、ありがとう。あ、りんご飴とか懐かしいね。そう、りんご飴パンとかもね、あれも本当にあのめっちゃ絶対採用されないでしょって思いながらも、なんかどうしても一つ案を考えなきゃいけなくて、うん、夏、うん、その時ちょうど友達といて、なんかふと友達とお祭り行きたいなって思ったので、え、じゃあ祭りみたいなパンがいいなって思ったら、あ、りんご飴おいしそうじゃんってなって、りんご飴パンも開発しました。どう、天才、天才ですか。あれはね、気になるよね。そうだね。でもね、うん、そうそう、ゆははあんな、何、りんご飴の形にしていただけると思わなかったから、最初は考えてたのはなんかリンゴの果肉が入ってるキャラメルクリームとかで、飴を砕いてそのクリームの中に入れるとか、そういう感じで、あ、ただの見た目はクリームパンみたいな感じになるのかなって思ってたけど、まさかね、リンゴ飴パン、めっちゃリンゴ飴になっちゃってしていただいて、すごいびっくりでしたね。でも本当におにぎりも前回もう鮭アボカド、前回のおにぎりは鮭アボカドを考えたんですけど、それもなんかサーモンアボカドって結構寿司屋さんにあるけど、焼いた鮭とアボカドってあんまりお店に一緒に、なんていうの、お店で一緒のメニューになることってないじゃん。本当に実際なくない？だからイーハはその組み合わせが好きだからお家とかで鮭とアボカドを一緒にご飯にして食べてたりして、これが世に知れ渡ってくれと思って思ってあれにしました。そしたらめちゃめちゃ美味しく作っていただいて、って感じですね。最近の食べ物事情はなんだろうな、勝手に話してるけど、最近は卵納豆、あの普通の納豆じゃなくて卵かけご飯のタレの納豆、あの、なんて言ったらいいかな、卵だれの納豆にもずくを入れて食べる、おいしい。あれおいしいですよ。うん、ご飯なしでそのまま食べる。結
局もずく、まあそうなんですよね、結局もずくなんですけど、はい。あとなんだろう、最近の食のブーム、あ待って手元に今ないけど、なんで突然こんな話してるかな、食べ物の話してるか分かんないけど、今ハマってる食べ物があって、忍者飯の鋼、忍者飯っていうグミがあるの分かりますか？そう、忍者飯、忍者飯っていうグミ、名前のグミなの、固いグミね。そうで、それが3種類あって、忍者飯と普通の忍者飯と、なんかこういう形になってるちょっと硬いグミと、あと最近出たその忍者飯鋼っていうグミがあって、それがめっちゃ美味しくって、今最近ずっと食べてる。硬いの、歯折れんじゃないのって思うぐらい硬いんだけど、なんかね、ボリボリボリってなるグミ、なんて言ったらいいかな、メントスの中にグミが入ってるみたいな、歯は折らない、そう、歯は折らないでほしいんだけど、みんなに食べてほしいかな。めっちゃ美味しい。でも本当になんか顎も痛いみたいな。想像ついた？お米固くした感じではないけど、全然そんな感じではない。なんかね、ハイチュウの硬いバージョンじゃない、ない、ちょっと食べてみてください。もう説明できない。多分ね、発売したばっかだからコンビニにすぐ売ってると思う。噛めるの？噛めるよ。噛めます。ちゃんと噛めます。うん、おすすめ。結局食べ物の話になっちゃうね。味は何種類かない、今はぶどうだけしかないんだけど、でもめっちゃどうでもいい、もうずっとどうでもいい話してるけど、なんかいや、あの鉄分をグミで取れるグミも食べてるんですよ。でもそれもぶどう味で、その忍者飯もぶどう味なのね。そうそう、鉄分グミ取れる、そうそう、そんなグミがあるんだけどね、その忍者飯を美味しいなって思いながら食べてるんだけど、ふっとした瞬間に、あ、でもなんかこの鉄のグミと同じ味がするなって思って、忍者飯に鉄が入ってないはずなのに、忍者飯までなんか鉄の味がしてるような感じがしてきて、もうね、全部をぶどう味にした人は誰って思って、そう、鉄の方のグミは別にめっちゃ鉄の味がするわけじゃないんだけど、ちょっと若干やっぱり鉄が入ってるから、鉄を感じてるので、ちゃんと味でも、 そしたらなんかもう全部のぶどう味が鉄に感じてきてしまって困ってます。え、鉄ってどんな味？え、鉄の味わかる？鉄の味です。なんだろうな、なんで鉄の味知ってんだろう。
薬かな、鉄分いっぱい取れそう。うん、なんかちゃんとその1日分の鉄分取れるように、あの摂取量とか決まってる。レバーとかとも違うかな、なんか鉄分の味ですね。夢パイセンプルーンのヨーグルト飲んでる。あ、でもそれも鉄の味する。めっちゃ鉄の味する。そのプルーンのヨーグルトも鉄の味がします。鉄分取れるやつなんだけど。ああ、夜間で沸かしたお湯を飲んだとか、うん、そういう感じ。あの、そういう感じです。鉄を感じますね。美味しいんだよ、美味しいんだけど、なんていうの、そのグミを普通に、あの、何も忘れて、鉄のことを忘れてグミを食べてて、ふとした瞬間に鉄が来た時に鉄ってなる。なんで鉄わかるんだろうか、わかんないな。あ、でもあれなのかな、なんか鉄、あの学校で鉄削ってたりもしたから、そういう匂いもわかるからかな、わかるから味も感じるのかな、そういうことかな。あ、何の音、あのエアコンが今頑張り終わった音かな、なんかプシューって言った。なんか今エアコンが消えました。寒いから早く着いてほしいね。すっごいなんか鉄のグミはなんて名前、え、なんていう名前なんだろう。鉄サプリ、鉄グミで多分出てくると思う。これはユーハミ格闘さんのやつだった気がする。どっちも1日2粒で鉄分が1日分取れます。最高。グミサプリか、グミサプリ、あ、グミサプリっていう名前だ多分。え、鉄分だけじゃなくて亜鉛とかも取れるやつもある、ビタミンバージョンとか。葉酸とかわかんないけど。そうだね、ほぼサプリメントかな。そうだね、サプリメントをグミで摂取してるって感じですかね。いや、2粒で1日分取れるって何気にすごい。え、そうだよね、そう思う、すごいなって。どうしよう、めっちゃデマだったらこれ、ユハが言ってることが。鉄分補給、そう、なんかね、貧血ではないだろうけど、あの、なんていうの、支障がある貧血とかではないけど、若干学校とかの診断に引っかかるタイプだから足りてないのかなって思って摂取してる。うん、そう、鉄分ないと、そう、鉄分がないといろいろなことがダメみたいで、息ができないとか、そういうのも全部鉄分のせいにしようって思って鉄分取ってます。なんか酸素が回ってこないとか絶対わかんないけど、
レバーは嫌いじゃないよ。全部鉄分のせい、うん、でも本当にそう思ってるゆは。本当にそう思ってるから鉄分のサプリ買った、買って飲んでます。釘を食べれば。やだ、釘なんて食べたらもう、いや、あの喉はズタボロになってしまうよ。じゃあ釘組とかにして食べてみればいい、いいかな。嫌なことあったら鉄分のせいに。めっちゃとばっちりだね、鉄分。やだ、雨のように舐めてるのやだ、やだ。絶対やだよ。だからゆうはは、ゆうはには鉄組があるので大丈夫です。みんな安心して、そんな釘なんて、釘なんて摂取しなくても。釘舐めてたら怖すぎるでしょ。空き缶パンクとか茎だって間違ってた。釘なんか刺さりながら来たら怖いでしょ。意味わかんない話しすぎてる。意味わかんない、本当に意味わかんない。ファンキーすぎるよね。ファンキーどころの話じゃないよ。久しぶりの配信なのに本当にいつぶりだよね。1週間ぶりか。何の話からこうなった？え、鉄グミの話じゃない、グミ、あの食べ物の話から、おにぎりとか。勝手にユーハが商品紹介始めたんですよ。今最近ハマってるものを紹介するねって言って、すいませんでした。あと最近ハマってるのは、今日の公演でも言ったんだけど、二郎系のラーメンを食べる人の動画を見ることです。以上、ユーハのハマりもの紹介でした。ツッコミどころはいっぱいあると思うけど、でもなんかあんまりさ、ゆうは自分のこういうなんかちょっとよくわかんない話とかあんまりしないから、たまにはいいんじゃないですかね。でもね、久しぶりの配信だから話すこといっぱいあるはずだけど、別にこの1週間に何かそんなに詰まっていたことは多分ないと思うんだよね。え、二郎系のラーメン行きたい。俺も二郎にビビっていけない派、仲間だ。食べたいんですよ。どこ行きたいか、新潟はやっぱりラーメン二郎は行きたい。普通に行ってみたいし、あと夢を語れかな、行ってみたい。あとあれだ、見つけかな、どっかにあるニトン
ってみたい。でもまずはまずもうなんかそのお店に入る勇気とかがないんだったらセブンイレブンのあのジローなんだっけ名前忘れちゃった、まあそれでいいんじゃないって言われた。あ、千里眼のやつはね確かファミマだった気がする。でもよく動画を見るのは千里眼、富田、そうだ富田のやつ、そう、それが意外と忠実に再現されてるって聞くからちょっとそっからまずスタートしたいなって、そっからスタートでいいのかなってでもちょっと思ってる。さっきコメントでニンニク入れますかって来て、いやちゃんと自分が行った時用にねコールをね考えてたんだけど今パッて忘れちゃった。多分本番でお店行った時も多分飛ぶんだろうな。考えてましたよ、ニンニクなんだったかな、ちゃんと考えたの。ニンニク、野菜、じゃ野菜をマシにするかマシにしないかまず悩んでて、でもまあ絶対マシたらあの痛い目見るんだろうなって思ってるけどね。みんなはなんて言うんですか。あ、そう、麺少なめは言う、麺は少なめにしてもらう。ちょっとそこはなんかちょっとプライドを捨てて。初回はノーマルで。なるほどね。ニンニクで。なるほど。油多めにしたい。なるほどね。ニンニク油少なめにした。なんかそれでもいいかも、いいかも。面白い。人生のプロたちがいっぱいいるから学んでいます。面白い。クリスマスイブなのになんでクリスマスイブの前の日にこんなジロ系のラーメンの話してるんだろうか。はあ。そうだよね、野菜マシマシはおすすめしない。いやなんか野菜はもなんていうのビジュアルが欲しくて、黒ウーロン茶買うのまでは知ってる。そういやさ、それを今年に入って知って二郎の前を通ったら黒ウーロン茶だけの自動販売機があって、あっ二郎の前ってこんな設備がなんていうのこんな粋な計らいがしてあるんだって思ったけど、どこのお店もそうなんだね結構。すごい親切って思って、まるでラーメン部のために体健やか茶があるようにね。そうですよ、
体健やかちゃ進めてきました、進めてます。でもね、なんかね、食べれる気がするんだよね。怖いよね、多分その気持ちだけなのかな。食べれる気がするから食べたくなる。食べる前に飲む、食べる前に飲む。でも本当に黒ウーロン茶っていいらしいよ、すごい。どっかの記事か誰かから聞いた。京店行けたならいける。うん、でも京店さんも結構ボリューミーだからね、いけるんじゃない。大食いなわけではないけど、なんかいけるんじゃないって思っちゃう。メンフェスやごめんで鍛えられてる。ああ、皆さんはそうね、いけるよ。ポキちゃんあたりなら一緒に行ってくれ。確かに、なんかね、誰か行きたいって言ってたんだよね。誰だったかな、リリノかな、ユナかな、分かんないけど、2人連れて行けばいいか。3人で行けばいいかね。あ、でも妹が行きたいって言ってる。すぐ今日 LINE してきた。すぐではないけど、その公演の MC の見て一緒に行こうって言われた。いいよ、いいけどさ、二人で行ってな、心細い、心強い人が欲しいの、ゆうはは。ごめん、やっとここ、ありがとう。いや、もうごめんね、行かなきゃ、ごめんも行かなきゃ。だから一旦ジローの話、ジローは一旦置いておくか。それこそ大塚部長に連れて行ってもらうとか。お、いいですね、連れて行ってくださるかな。やった、ごめんに起動修正、本当に。そう、ごめんね、ごめんもまだ行けてなくてですね、ゆうはのごめん生活は1月に入ってから始まりそうな感じがする。全然行ける時がない、悔しい。行きたいお店はめっちゃいっぱいあるのに悔しいよね。さっき10個目、すごい、遠征組なかなかたまらない。でも10個ってすごいよ、もうさ、すごい。な、何個で何がもらえるんだっけ。結構数いろんな段階あるよね。ごめんに、どん兵衛に、麺類生活です。そうなの、ゆうはのファンの方は本当にずっと麺食べてるよね、すごい。もうこの何ヶ月間で麺、もう麺人間になるんじゃないかなって心配になっちゃう、心配になっちゃうくらいだけど、もう麺好きすぎるくらいになっちゃったんじゃない。だっておじや麺フェスが11月からやってるから、3ヶ月ぐらいかな、2ヶ月ぐらいか、全ての麺を制覇してるよ、パスタ以外。
あーあーそうだ、のんべえのアクリルスタンドも見せようと思ったんだけど下に忘れちゃった。2月から麺食べません。そうですね、結構麺食べたもんねこれまで。一回麺と離れる、でも麺にまたすぐ戻ってきたくなるはずだよ。パスタが1月から何かあったら笑うし、いやパスタがあったらもうそれはユーハーもう麺アイドルと呼ばれるのを待ちます。そしたら夏はパンしか食べてなかったのにそうだよね、夏はパンをね食べてくれてたからね。確かにそうだね。メンアイドルおにぎりもそうだよね、おにぎりもね、もう本当になんか一年中食に携わってる。でも NGT ってそうだよね、結構食べ物にずっと関わって、新潟やっぱ食べ物が美味しいってことか。アイドルに主食を左右されるとはねえそうだよね。みんなでも健康にね、健康に過ごしてね。スイーツ部もあるし、そうだよね。そうなんだよね。ラーメンはこってりが好き。断然こってり太麺ラブ。来月健康診断？じゃあ絶対ダメだ、絶対ダメだけど1週間前くらいから胃の中をきれいにすればいいんじゃないかな。絶対ダメ、絶対にそれじゃあダメだけど、絶対ダメだけどまあいいんじゃないかな。でもね、日頃の体の中が見られてしまう。歩けばいいよ、多分。歩く、毎日。まだ麺が胃に残ってさでもわかる、なんかそれだけみんななんかずっと麺を食べてくれてたらいくら消費しても消費されないんじゃないかなって思っちゃうね。あ、みんな健康診断なんだ。そっか。でもね、お正月もあるしさ食べちゃうよね。今日も雪道を歩いたから実質カロリーゼロのはず。ゼロだよ、それはゼロ。雪道を歩くなんてもうそんなもうね、とんでもないカロリー消費してると思う。もうそういうことにしよう。雪道歩くのでも本当にね気持ちが疲れる。わかりますか。ヒヤヒヤしながらずっと歩いて、なんか通れる道どこかなって探したりとか。だからカロリーいっぱい消費してると思うよ。なんか
分で5名30杯ってすごい、ありがとうございます。バンダイから白山神社まで歩きました。遠い、すごい、ありがとうね。遠いよ。マジで滑った時腰めっちゃ痛くて泣いた。わかる、本当に痛いよね。あの雪道で滑って転んだ時ってさ、どんだけなんていうの、重装備しててもめっちゃ痛い。お尻にあざできたことある、滑って転んで。うん、こんばんは。白山までよく歩く。意外と歩くんだね、みんな。喉なんかかすれてきてしまいましたね。乾燥かな。明日の声も楽しみにしてます、ありがとう。明日ね、明日クリスマスイブなんですよ、知ってましたか。いやもうなんか世間がクリスマスってことにあんまり、世間がクリスマスだってことあんまり感じないんだよ。でも今日サンタさんの格好してる人とかいて、あ、クリスマスなんだなって思いました。早く寝てサンタさん待つんだったんだよ。そうなんですよ、そうなんだけど、まあ早く寝るってのも、イーハの早いは、まあ、まだまだこれでも早いと思うので大丈夫だし、パパにめっちゃ突っ込まれた。今日からサンタを待つのかって言われて、うん、なん早いって言ったら、絶対早いと思うよって言われて、でも確かに全然考えてなかった。イーハもう今日の夜サンタが来るんじゃないかな。24にサンタさんが来るって思ってたけど、まあ、よく考えたら23の夜には絶対早すぎるよね。24の夜だよね。イーハが想像してたのも24の夜なんだけど、なんか気が早まってそんなこと言っちゃってた。まあ来るか分かんないしもう来るか分かんないし、まあ頼んでもないからプレゼント来ないと思うんですけど、イーハのサンタさんになってくれる人はいっぱいいるかな。うん、そうプレゼントをね頼んでないから来たら、それはもう超スペシャルプレミアムサンタだと思う。まだ間に合うかな。じゃあ何にしようかな。そう、全然靴はね自分で買いますよ大人なのでね、もう
そうなの、何かとそれを言われがち。まあ確かにそう、そうなの、間違っちゃいないんだけどさ。今日の夕飯好きだった、ありがとう、嬉しい。ラッコ100匹ちょっと困るな、それは困るわそれだいぶ困るな。今だってラッコいっぱいいる。まあだから寝て待ちたいと思います。大人といえば兄弟にお年玉あげます。そう、それも悩んでて、どう思いますか。去年は一応あげたんだけど、誰にあげたか忘れちゃって、弟と妹にあげたんだけど、いとことかにあげたかなって思って、多分それはあげてないような気がするけど、どうだったかなって思ってて、今年妹と弟にあげるべきなのか分からないんです。どう思う？二十歳になってからでいいのかな。まあ去年あげたから今年もくださいって言われるんだけど、と思うんだけど、でもなんかね、クリスマスプレゼントをあげるかお年玉をあげるかっていうので悩んでて、どっちもあげたらちょっとなんかそれはボリューミーすぎるかなって思って、私もクリスマスプレゼント間に合わないから、欲しいものはね聞いてるんだけど、本当にそれが欲しいのかわからないし、どっちかでいいような気がする。なんか皆さんはどうしてた、どうしてましたか。いつ頃からあげてた。そう、今日 MC でもこの話になって、確かにねって思いながら、弟くん前歯あげてれば大丈夫、絶対大丈夫じゃないよもうだって中1になるんだもんね。弟も、弟はまああれですね、夢の国に一緒に行くっていう約束をずっと果たせてなくて怒られるので、それは叶えてあげたいかな。なるほど。あ、兄弟にあげることはなかった。まあ確かに兄弟にあげることはない。兄弟なんであげてんだろうしい。聞いてみよう、もう本人たちに聞いてみます。それは どうしてほしいか。でもすごいなんか都合いいようにされそうだな妹とかすごい賢いから。まあ欲しいという方、そう、まあそうなんですよきっと。でもね、弟が意外となんか遠慮ということを覚えてて、何かと遠慮してくれるんだよね。気使ってる、そんな夕飯になって気使わなくていいのに。夕飯だけじゃなくて家でね、家でじゃないけどちょっとしたところで
偉いなって思うけど。妹は容赦ないですよ、いつも。またこうやって配信で妹のことをさ、なんか悪くは言ってないけど、あの妹はやんちゃだよっていう感じで言って怒られるでしょ。妹なんとなく分かってきたでしょう。ゆはとは違う感じなんです。はあ、もう1時間経っちゃった。でも11時半ってこと？そういうことだ。11時半か。オーマイガーですね。もうなんかここまで来るとね、やめるかやめないか分かんなくなる。いつもだ。告知関係はないですか？あります、あります。パジャマの生写真が今発売中ですね。25日の13時までですね。まだどこにも写真も載せてないので、ぜひあのオフィシャルショップをチェックしてみてください。白と水色で、なんかね、その日いたメンバー、そこにいたメンバーにシナモンみたいだねって言われた。髪型含め、そう、あの時はハーフツイン。ユハのパジャマ人気ある。本当そうだよね。おしゃべり会でもパジャマ着てたりするので、ユハのパジャマぜひゲットしてください。クリスマスの写真も出てる。お、サンタさん、サンタさんの写真も出ました。サンタさんの写真は漏れてるかな、まだ見てないんだけど、漏れてるといいな。でもね、めっちゃ可愛いサンタさんの衣装だからね、絶対可愛いと思う。可愛いって言ってほしい。パジャマ好きとしては買わないとですね。パジャマ好きの皆さんは必見ですね。サンタ好きの皆さんもサンタ好きの皆さんも必見ですし、あのもうなんならユーハ好きな皆さん必見です。そう、全部、つまり全部必見、そういうことです。サンタ好き、いや、サンタ好き一定数いるでしょ、絶対。ユハだってサンタ好きですかって言われたら、サンタ好きですよって言う。アイドルのサンタ姿なんて好きに決まってるじゃんね。そう、なんか1年に一度この24日とかクリスマス、その本当に加入する前、今もだけど、そのいろんなグループのアイドルさんたちがサンタさんになってるのが流れてくるわけじゃないですか。めっちゃ楽しくない？めっちゃ可愛いし幸せなの、それだけで。クリスマス12月24日とか25日っていうのがすごいいい。サンタ姿の可愛い子見れるの楽しいですよね。
普通何言ってるのか分かんないけど、まあゆうはもそういう人間なんで。すごい、だから保存しまくってたもん、クリスマスとか写真。可愛かった、なんか特別感があるからね、可愛いですよね。だから可愛いサンタになれるように頑張ろうと。ファン側の気持ちがよくわかる推し最高回ありがとう。こんな推しでよければ推してください。めちゃめちゃ皆さんの気持ちはわかる。なんならまだそっち側の気持ちもありますもん。クリスマスのアクスタ大きくて存在感すごい。なんかさ、メンバーごとにさ全然大きさ違うんだね、あれって。びっくりしちゃった。イハってどんな大きさなんだろう。え、うん、なんかメンバーごとになんかね、ポーズとかによって違った気がする。その台の上に座ってるメンバーのはすっごい大きいけど、なんかこうなってる感じのメンバーはめちゃ、なんていうの、その分座ってない分低い。根本的な多分体の大きさとかは一緒なんだけど、あの座高があるかペタッと座ってるか。だから全然この高さが並べた時とかにこうなってくる。でも自分のまだ見てなくて、誰かなんか載せてたりしたかな、見てない、見れてない。そう、気になる。ユーハが嬉しい日は、突然話す、ユーハがファン側で嬉しい日はクリスマスと、いいツインテールの日と、あとなんだろうな、クリスマスといいツインテールの日と、あとあれ、いや猫の日、ニャンニャンの日、あとは、うん、あとなんだろうな、うん、あと何があるかな。ちょっとわかんないですね。まあそんな感じでですね。いいですね、いいですよね。それは保存しまくってた。あとなんだろうな、写真撮りまくる日、じゃあ違う、写真を保存しまくる日ですね。あの可愛い子の写真を保存しまくる日。怖いな、怖いこと言ってる。うん、そんな感じですよ。いい趣味です、いい趣味、いい趣味ですかね。あのメンバーに惹かれないようにひっそり、あ、ひっそりやってたらちょっと怖いか。メンバーに惹かれない程度に、あのこれからも楽しんでいきたいと思いますよ。ゆはちゃんもいいツインテールの日に写真あげてね。わかりました。それまでにじゃあ高めツインテールをするできるように頑張ります。でもいいツインテールはあと1年経たないともう来ないから、
今は高めツインに憧れているので頑張って似合うようになってなります。でも勇気が出ない。でも今日レイナさんがしてて可愛かったな。お手本のような高めツインだった。そう本当にお手本のような高めツインでめっちゃ可愛かった。あとゆうはが写真を保存するのはあれだわ、ハーフツインの日、ハーフツインの日っていうか、あのただただハーフツインを推しメンがしてたらめっちゃ嬉しかった。ハーフツインが好きだから個人的に。しょうもない。そう結構写真保存する日多いですね。そうだよね、ハーフツインはね可愛いから。今も全部保存してる。今はねなんかあれかな、でもなんていうの、ちゃんとこの人一人なんて言ったらいいかな。あんまりそういうさアイドル、あい、なんていうの、なんて言ったらいい、わかんない、なんて言ったらいいかわかんないけど、今は全部保存してないですね。ゆはちゃんの推しメン知りたい。そうちゃんとなんていうの、ちゃんとした推しメンが今いない、多分いないから、なんて言ったらいいかな。そう48グループって結構なんていうの、いろんな衣装でいろんな髪型とかでなんか結構してるけど、 SNS も結構頻繁だったりするけど、イハが今なんていうの、好きな、イハ今トンチキサキナさんが好きなんですけど、なんかそんなにめちゃめちゃ頻繁に SNS を更新するとかではないから、なんかその時々のそのどんな写真を更新してくれるのかなっていうのを楽しみにしてる。結局今日も12時までコースかな、ここまで来たら。ゆはさんの SNS アップしてくださるのいつも楽しみ、ありがとうね。でも上手に更新できてなくて、ちょっとねダウンしてた期間ちょっとあったから、取り戻していこうと思います。でも何載せようかなってめっちゃ悩んでる。いっぱい撮ってる。今日もっちゃんに撮ってもらった、わちゃごなんの衣装で撮ってもらった写真が結構いい感じになので、それをどっかに載せたいなって思ってる。インスタかな、いや、わかんない。インスタの使い方がまだね、定まらないですね。エアコンはもう先に寝てます。エアコンね、生き返りましたよ。起きた。
メンバーの投稿に、そうね、なんかまだいいねとかをちょっとしていいのか分かんなくて、いいねとかもしたいんだけどね、いいねとかしだしたらなんか止まらなそうだからちょっと怖いから慎重にいきたいと思います。ゆはちゃんとスイスイの X のフォロワーが同じだったり、マジ？そうなの？すごいね、それは。ちょっと伸ばしていきましょう、もっと。ぜひ今ご覧の方でフォローしてない方がいらっしゃったら、 X、Instagram、 どちらも北村ゆはっていう名前でやってるのでフォローよろしくお願いします。X のフォロワー2000人おめでとう、ありがとう。そう、2000人って嬉しいですね、本当に。ラーメン部部長のエゴサいいねは止まらなすぎるそうなの？でもすごい本当に、ななみさんはめちゃめちゃファンの方のことを見てらっしゃってすごいなって思う。リーハもいっぱい見ていこうと思います。ちょっといいねをするかまだ分かんないけど、いいねが、いいねまだ本当に一個もしてないんだよね。明日はサンタ姿を X かインスタに載せてファン増やしていこう。そうだね、ユーハみたいなさ、世にはサンタ好きな女がさいたりするからね。サンタ好きな女よくない、サンタ好きな人たちがきっと一定数いるかもしれないから、そんなサンタ好きな皆さんに知ってもらえるように明日は投稿したいと思います。漏れますように。髪の毛大事ですね。何でしょう、わかんない、サンタは明日やるかもわかんないけどね。でもね、サンタできたらいいね。夜はクリスマスだもんな。でもゆはさ、こうね、みんながいなかったらゆはきっとさ、クリスマス一人だ、友達いなくないけど、友達みんなどっか行っちゃったから、クリスマスパーティーとかをする相手もいないから、みんながいてくれてよかった。本当にこっちに残っいる友達が一人ぐらいしかいない。劇場でゆうはと過ごせるから嬉しい、まあ、ありがとう、嬉しい。ゆうはも幸せだ、よかったよ、これで一人じゃないね。みんなも一人を回避しましたか？一人じゃないか、一人じゃない人もいるか、一人の人もいるか、まあいろんな人がいますよね。もうなんか今日終始何言ってる配信かわかんない。クリぼっちだった？そんなゆうはがいるよ。だってね、配信だってあるしさ。ちなみに明日来るよっていう方いらっしゃいますか？いは明日お昼公演だけなんだけど、おお、待ってます。
お待ちしております。ありがとうございます。明日ね、配信はちょっとしないかもしれないけど、25日はできたらいいなって思ってる。明日は家族でクリスマスパーティー、パーティーはしないかなんかご飯作ってくれるって言ったから食べようと思います。あと久しぶりにママと出かけしようかな、わかんない、全然あの了承を得てないんですけどね。パーティー大好き北村家、あのね、北村家がパーティー好きなわけじゃないんだよ多分。北村優派が勝手にパーティーいっぱい開いてただけだからうん。27日で今年の公演納め、お、優派も27日で今年の公演納めですよ。早いね、今年も終わるし今日も終わる。あ、またまた休んだな、イーハの配信が終わる、あと数分で終わるっていうのに。うん、なんかこの音がないとさ、すごいしんみりしててさ嫌なんだよね。最近ずっと音のある生活を送ってきたから、静かな空間にいられない、そわそわしちゃうだからずっと喋ってないと。なんか嫌なの、耳がスッてする感じが今耐えられない。ずっと音楽聴いてて、本当に音楽聴いてるか最近は YouTube 見てるか、絶対何かが流れてて、でもね本当に一生最近はツインテールは二十歳までっていう曲を聴いてるんです。ずっといっぱい、これもみんなに紹介したんだけど永遠に聴いてるの。それの曲が一曲終わって次の曲聴いて、でまた次の曲流れてくるけど、やっぱもう一回聴きたいってなってまた戻して、ずっと2曲ぐらいを永遠に聴いてる。一生頭の中ツインテールは二十歳まで、そりゃツインテールもしたくなるよなっていう感じですよ。誰の曲ですか？ねキュルリンってしてみてさんです。めっちゃ可愛い。うん、うん、髪型は決まらないです。そう、それが名前なの。そろそろ男女呼ぼうかな。お、57分だ。じゃあ男女呼びますね。13位ゆおさんありがとうございます。12位ぎばさんありがとうございます。11位たむちゃんさんありがとうございます。10位こばさんありがとうございます。9位わたるちさんありがとうございます。8位なおくんさんありがとうございます。
7位あつこさんありがとうございます。6位ひでひでさんありがとうございます。5位おっくんさんありがとうございます。4位かずっちさんありがとうございます。3位てれてるもさんありがとうございます。2位大関さんありがとうございます。1位 N さんありがとうございます。ありがとうございました。あーすごくいっぱい喋りましたけど、中身は多分すっからかんの話しかしてない。中身すっからかんの話だけどいっぱい聞いてくれてありがとう。明日も公演楽しみ。今日はサンタさんが来るように早く寝ます。まあ今日はきっと来ないと思う、早すぎる。明日もよろしくお願いします。それでは、あれ何分だろう、まだか。ありがとうね、楽しかった、めっちゃ喋り足りなかった分をいっぱい喋れて楽しかったです。冬眠に入る。あとかおやすみ、みんなゆっくり寝てくださいね。バイバーイ。終わらないかな、まだか。顔が赤く光っちゃう。バイバーイ。